皆さんこんにちは、リュウカです。はい、今回ですね、こちらです。プリーン、このマックの新しいっていうか、今やってる月見、この濃厚とろり月見を食べていきます。いや、月見。はい、というわけで食べていくんですけど、全種類じゃないのって思うかもしれないですけど、今回はこれが本題じゃない。このマックの新商品のとろり月見を食べる動画にしようと思ったんですけど、話すことがいっぱいあります。話すことっていうか、まあ明日っていうか、その今の時間が9月12日、9月12日の18時53分なんですけど、明日の月曜日から学校が始まるので、頑張りますっていう動画です。これが濃厚とろり月見とポテトとクーの白ぶどうです。いただきます。濃厚、チーズ。このポテト、シャカシャカポテトを調べよかった。なんとか柚子七味みたいな。わお、これ何のチーズか分かんないけど、すごい、めっちゃチーズ。僕の YouTube のこの動画が初めてなかったで、なんでその学校が始まるのが嫌なのって思う方がいると思うんですけど、なんと今回の後期は、後期の前半はオンラインで、本当にそのオンライン授業が苦手なんです、僕実は。で、その今大学3年生で、その大学3年生の前期、この前の前期が単位が4で、あとその残り44単位取らないと卒業できないので、やばいです、本当にやばい。そのなので、そのオンライン授業が嫌っていうのと、残り44単位取らなきゃいけないっていうその感じです。2年生の時の授業、その今3年生です、2年生の後期、え、違うわ、え、あれ、え、僕はどっちか分かんないけど、あ、違う、そう、本当にその1年生の後期で落とした授業がまだ取れてないの、3年生の時点で。やばくない？ 1 年生の後期に受けた授業がまだ単位取れてなくて、嫌だよ、本当に全部自分のせいなんですけど、本当にそれがストレスです。3年生の後期と4年生の前期と後期で44単位取らないといけないので、その4年生の後期で単位を落としたらもう終わる、もう卒業できないから、もう今の後期と4年生の前期でもう44単位取りたいんです。取るためにはもうフルで、僕の学校で24単位がフル、フルなんですけど、24単位で生きていきます。ああ、僕の YouTube があんまり上がってなかったら、あ、龍我くん授業っていうか、もう切羽詰まってるっていうか、まあその、あ、やばいんだなって思ってください、本当に。ごめんね、僕はめちゃくちゃ真面目っていうか、そのオンラインだから不真面目っていうか、その、まあ、全てオンラインのせいなのせいっていうか、自分のせいなんですけど、そのオンラインだから単位落としてしまうことが、あ、でも違うわ、普通に単位を落としてたわ、オンラインじゃなくても。まあ、とりあえず、でもとりあえず、本当に頑張れ、龍我。その、明日から授業だから、明日、学校始まるから単位、違う、授業も組んだんですけど、今の時点で22で、まあ、それまだ変更できるんですけど、今22で、怖いです、本当に怖い。で、まあ、そんな感じで大学をその頑張るぞっていう感じなんですけど、そう、最近もう一個悩みっていうか、嫌っていうか、まあ、やばい、本当に、はぁって思うことが、その最近っていうか、本当は今日の日曜日に、この動画を載せるつもりだったんですけど、できなくて、なんでかっていうと、その、土曜日に、その、全く寝れなくて、その、全く寝れなくて、まあ、これやばいなって思いながらも、まあ、朝の12時、じゃあ、日曜日の12時ぐらいまで起きてて、はぁって思ったら寝ちゃって、その、で、目が覚めたのが14時で、あ、もうこれ無理だと思って、今にやります。最近はもう本当に全く寝れなくて、やばいっていうのと、学校が始まるっていう感じです、本当に。頑張ります。でも最近その一つ、いいことがあって、そのこの動画、そのガルプラの真似したいところっていう動画を載せたんですけど、いろんな SNS に、TikTok、YouTube、Twitter、インスタに載せたんですけど、Twitter でこの動画が1万いいねいって、すごくね、僕、Twitter で1万いいね初めてで、夢だったの、夢っていうか、まあその、1枚に行って、えぇ、ー、と思って、すごくない？すごい、まあ、その、ガルプラがすごい、ガルプラがもうすごい、みんながイエーって感じなんですけど、1枚いいねって嬉しいよね。1枚いいねって嬉しいよね。え、めっちゃ、嬉しいです。これはめっちゃ、本当に嬉しい。ありがとう。みんな、いつもありがとうございます。はい、というわけで今回は、マックの月見とかを食べながら、最近のことを話しました。どうでしょうか？本当はこの月見めっちゃ美味しかった。まあ、こんな感じなんですけど、月見、美味しかったです。まあ、とりあえず頑張ります。じゃあみんな、バイバーイ、月見。月が綺麗ですね。で、本当はこの動画を8分とか、まあ、7分とかの動画にしようかなと思ったんですけど、なんか 5分とかになっちゃって、本当になんかさっぱりしすぎて、ごめんなさいって感じなんですけど、お願いします。